より体幹の力がついて体が上にくくなると思う。きつきつ、ここの時点で体幹めっちゃ鍛えられる。今踏ん張る力が鍛えられてます。どうも、ひなるまです。はい、本日もやっていきたいと思います。今日はですね、やっぱ振りながら体幹鍛えるっていうのがめちゃくちゃ大事なんで、今回力つけるために振っていきながら、より力が、まあ、当たった時の、まあ、強さであったりとか体の力を鍛えるために練習方法をねご紹介したいなというふうに思いまして、はい、来ました。細い。もうなんだこれはと、皆さん思ったと思うんですけども、これヘビーバット、はい、重たいバットということです。はい、重さがですね、約2000グラムかな、約2キロですよ。もう重たいですよこれ。重たいんですけども、まあ、このバットを使ってやるとより体幹の力がついて体がぶれにくくなるというところを、まあ、このバットを使わないとなかなかちょっとまあ難しいというか、よりこのバットがあると効果的になるということをご説明していきたいなというふうに思います。これもですね、ベースボールタウンさん、はい、おめでとうございます。本当に大感謝です。もうフィールドホースさんとベースボールタウンさんもすごいいろいろあるんで、すごいよなこれ。その細さで2キロって実現できへんもん。できへんやん。できへんできへん。こんなんがパンパン出てくんねやろな、きっと。もう疲れしないかな。まあ、あのね、そんな感じでいつもね、ベースボールタウンさんとか、まあ、フィールドホースさんにお世話になってるので、本当にこういうたくさんギアがある中でどうやって使ったらいいかわからないっていう方が多いので、まだこのヘビーバットの使い方、これすごくいいので、今回これを使いながら説明していきたいなというふうに思います。ということで早速やっていきましょう。はい、ちなみにさっき言ってたその振りながら体幹を鍛えるみたいな、うん、よくミノル言うやんか、うん、その野球やっている中で体を鍛えていくのがめちゃくちゃいいみたいな。だから普通に筋トレをめちゃするよりも、やっぱその野球の動作で鍛える方がやっぱいいんや。いい。特に素振りっていうのは、例えばこうバット振るときって使うの一瞬でしょ、力で。これってすごく大切じゃないですか。でもバッティングでよりこのインパクト強くっていうのは、まあ、インパクトで100使うっていうのはすごい大切なんですけども、やっぱりバッティングって詰まることもあれば泳がされたりもあるわけですよ。そこで打ったとしてもしっかりと力が伝わるためには、自分の体の強さ、体幹部分っていうのがしっかりと安定しないとダメなわけですよ。そうなった時にこのヘビーバットはどういう風にして振るかというと、ゆっくり振るんですよ。絶対重たいバット持ったらこれをシャーッ力つけてーっつってこうブワーって多分振ると思うんですけど、僕はそんなにしないです。ゆっくり振ります。ゆっくり振ったままゆっくり戻ってきます。はあ、はい、見たことない動きやけどな、野球で見たことないですよね。これね、どういう風にやるかというと、これ10回でいいです。10回、ノーステップでいきましょう。これはノーステップで引きますよね。引いたらこっからゆっくりじわーっとこう持ってきてください。じわーっと。でこれ重たいのでこっから下がったりすると思います。でもキープ、ずっとキープ、前に行きます。ここです。アップね。もうこの時点で体幹めっちゃ鍛えられてるんで、今踏ん張る力が鍛えられてます。前伸びてますよね。もう足きついですよ今。この頭の高さのままグググッと振った軌道通りに戻ってきます。グッとグッとグッと、はい、戻ってきました。ほんでまた行きます。グッと行きます、行きます、行きます。ウイーとグー、きつきつきつ。なんですよこれね、地味でしょ。見てる人何してんねん、ミノルマンみたいな思うでしょ。これやったら分かります。めっちゃきついです。どこがきついか、まず足きついです。でこの体幹、この上半身の腹斜筋とか腹筋とかめっちゃきついです。でもちろん腕もきついです。これを10回、はあ、ゆっくりやる。普段ずーっと刺激入ってるんですよ。だからずっと刺激入れるってことは、例えば家に行くときにこう詰まるときでもゆっくりこう行っていけば、こうやって詰まるポイントでも必ず力が入ってるわけですよ。それじゃあこういう風なスロースイングをずっとやっておくことによって、ずっと体幹に刺激が入ったまま10回行くので、普通に振るよりもこういう風にゆっくりとこう軌道をたどって振ることによって体幹は絶対安定してきます。特にぐらついてしまう子、下半身強化でね、やりたいと、まあ、特にこれ下半身強化っていうのが説明とかにも載ってるんですけど、
こうやってスローでゆっくりじわ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 やった方が何倍も力つきます。スロー素振りの10回連続、今やった形10回、ちょっと動画的に10回ゆっくりやったから大変なことあるのかな。まあまあまあ、はい、3回途中でもう決め上げてます。後ろさっきの速度ぐらいで行ってきて同じ速度で戻す、うん、戻す。あれを10回。そう、イメージって言ったら20秒ぐらいかけて振るイメージ。早くても10秒、より刺激みたいなのは20秒。ここから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、10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 、
きついと思うんで10秒3、10秒かけてやっていくと、うん、やっていく小学生重たかったらちょっと短く持ってもいいです。短く持ってもいいからこうやってやってもいいと思います。はあ、自分のスイングの軌道をどうたどるかっていう練習にもなるので、例えばプロ野球選手のいいバッターのモノマネとか、これゆっくりそのプロ野球選手と同じような動きを真似したりするとよりいいと思います。もうそれだけでいいです。ちょっとじゃあ久々に、うん、プラスワンいきますか。プラスワンいく、プラスワンいくか、まあ、これのプラスワン入れんやったらもうこれで膝ついちゃう。ほうほうほう、プラスワン、より下半身強化したいですね、より体幹強くしたいですね。やったらプラスワン、ここからゆっくり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 、膝つくと思ったところ元気です。戻る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 、この姿勢ですよ。はい、いく、プラスワン、プラスワン、できる人おるの？いや、これ10回は相当きつい。これが例えば社会人とか、まあ、めちゃくちゃ打つバッターやったら10回ぐらいできるんや。いや、多分できると思うね。僕もちょっと頑張ったらできると思う。いやけど、めっちゃきつい。パンパンになるかもしれない。いや、でもいいっすね。まあ時間は一緒なんで。時間は一緒。プラスワン入れてもらうとより効果的になる。はい、はい。めっちゃいいと思います。なので、ぜひ皆さんやってみてください。はい、ということで、概要欄に貼ってます。はい、スポルタノさんの、ヘビーバットですね。概要欄貼ってますので。ぜひそこから、チェックしてもらえたらなというふうに思います。ということで、本日は以上です。ありがとうございました。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。オンライン動画指導もご登録お待ちしております。また女子硬式野球チームアメージングも活動しておりますので、そちらの方もぜひ応募ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。